も佐田岬だけで入れちゃう。足摺岬と。あ、そう。なんでそれでいいんだよね、とりあえず。名所、名所。実際の標識や交通規則に従って運転してください。そっちから入ってたんだよね。そうだよ。あれ、子供だった。目的地の本州空港時刻までの電車は。どうもー。はい、おはようございます。おはようございます。本日は12月の9日？9日なのかな？2016年の12月9日です。はい。ここ左。昨日はね。まもなく大きく右方向です。どこだっけ？どこからどこからあれ愛媛どこからだっけ。あー違うよ。右方向です。町の駅の柚原からはいね一路足摺岬の方に行きましたね。で昨夜は足摺パシフィックホテル花椿さんに、はい、泊まりまして、およそ300メートル先斜め右方向です。すぐそばがね、足摺岬の灯台と、あと金剛福寺。そうですね。なので、そちらにね、あげたいなぁと。まもなく、斜め右方向です。そうだね、いきなりなんか。あ、金剛福寺も？斜め右方向です。あ、じゃあ金剛福寺が途中にあるかにもしかしてなんか。じゃあ途中にあるか。あったら先の方がいいのかな。もうその方が。まあ今からね、第38番札所。金剛福寺にはちょっと足摺の先っちょのに行ってみよう。あ、燃料、あれ待って、でも今、無駄なくても必要です。GPS をサーチ中です。あ、ん？見えない、違うの、あれ、見えない。700メートル先目的地付近です。ほぼ同時だよ。本当だ。見るとそんな感じだね。あ、こんな人と違うか。ここはだって神社でしょ。そうだね。もうちょっとすったもんね。およそ300メートル先目的地付近です。まもなく目的地付近です。名前はあ、見えるかな。こんな風に見える。あ、そうだね。今後あれこっちでいいのかな。普通またがこっちとちょっと駐車場こっちも。もう止まってこいね。大丈夫かな。目の前でいいのかそうね。本当に今後こっちでいいの。だって近で見る金剛って見えないなんか。いやそうだけど、後ろに見えるのが金剛福寺じゃないよね、どう見ても。じゃあ歩いていく感じ？じゃあ大丈夫かな？うん、ちょっと看板見て。あ、うん。100m 向こうって書いてあるけど、ここ止めてっちゃう？それでいいか。まあ100m なら歩ければね。てかまた私欲しいんであるかな。俺小銭あるよ。やっぱ後でお金、あ、大丈夫だと言ってた。1残ってた。小銭、私も800円ぐらいあるから。はい、ということで金剛福寺到着と言っていいかな。到着です。はい、あ、てかもう17番。あったかい？あったかいよ。大丈夫かな。歩いてれば。うん。平気な感じではない。ご神中そこに入ってんだって。